中に入れて、いや、ちょっと適当すぎる。おっつバカな、え、めっちゃいいんじゃない、いい感じ。レタロです。ウエジです。秘密基地です。リアクター君もいるよ。ありがとうございます。お願いします。ということで、はい、本日もですね、以前この机作ったじゃないですか。はい、まあ、これ僕らの古民家カフェをやるための机をね、作ったわけなんですけど、今回それの第2弾、なるほど、新しい机をね、作っていきたいと思うんですけど、はい、僕らの古民家カフェ全部同じ机とか全部同じ椅子っていうのはちょっとあんま面白くないから、うん、やめたい、全部ちょっと変わった机と椅子にしたいねっていうことで、今回はですね、みんな見たことあるかな、中華料理屋によくある、うん、ターンテーブルを作っていきたいと思います。おいしょ。ターンテーブル、回るやつや。そう、中華のやつね。そう、回すやつ、あれちょっとやってみたいなと。あの机で中華食いたくねっていう話。まあまあ、ちょっと中華料理っぽいもんね、俺がね。もうどんどんカフェから遠ざかっていくマジで。テーマがさ、確かに確かに。まあでも最近、ほんと最近というか、この古民家来てから、うん、中華料理人ぐらいね。せや、中華やってる、やってるし。まあまあ、前もねちょっとチラッと言ったと思うんだけど、うん、古民家カフェという名の全ての料理屋の要素を含めた、はい、店を開くのが僕の目標なんで。なるほどね、はい、何でも出せるね。何でも出せる、お料理もね。そう、カフェの定義を変えていくっていう、うんうんうん、そこからやっていく俺は。なるほど、はい、だからまあ今回はそのターンテーブルをおもろいやん作っていこうと思います。ほー、はい、家で持ってる人おらんもんな、あれな。いないっしょ。俺も人生で1回しかない、使ったこと。あ、まあ、ほんま。まあでもそんなね、大きなのは作れないから。まあ確かにね、うん、ちょっとまあ4人ぐらいです、4人ようなターンテーブルを作っていきたいと思います。なるほど。で、今日それ作った暁にはどこに置きたいかっていうのはまあ大事じゃないですか、うん、まあ確かにそれによってサイズとかも決まってきます。そうかそうかそうか、うん、まあ第1弾、このねテーマは図工室。図工室椅子だけだけど、うん、この机はまあ一応ここになってるわけですよ、うん、で、そのターンテーブル、じゃあどこに置きますか。この机の上か。重ねるの。どこだ。この土間に4から5択ね、うん、置きたくって。2択目でしょ。結構広いからな。そう、囲むじゃん、ターンテーブルって。そうやね。だからこう広いとこに置きたいわけよ、うん、本来10人弱ぐらい囲むよ、大きい本場のやつは。まあ、中国で。そう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 、その経験者ですからね、彼は、うん、なるほどね。本場の結構マジであるよ、使ったこと普通に。あ、マジで、うん、普通なんだ。やっぱあっちは多い。結構ある、マジで。そう、うん、いや、個人的にはだからこことか、うん、確かに、うん、ここ一番スペースあるな。そうそう、か今焼き鳥くんがいるそこ、こっち側。そうそうやね、超入り口の近くだけど。確かに。だから俺の中のちょっと一個やりたいことが別にあって、うん、ちょっとね、あっち側壁側に大きな椅子とかを作ってみたいなっていう構想がちょっとここあるんですよ。なるほど。今まで一人用の椅子しか作ったことなかったからさ、今度ちょっと大きい椅子とか作ってみたいな。なるほどね。みたいなイメージあるから、あっちの方が俺は嬉しい。はい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 、3人シートみたいな。あ、そう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 、じゃあここちょっと大きなテーブルにしたいなーなんて。なるほどね、勝手に思ってますから。確かにそれあると詰めれば何人でもいける。そう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 、詰めればさ、詰めればいける、何人でもいけるから。そう、大丈夫。なるほどね、うん、まあじゃあそれはまたやるときに考えて、うん、移動できるから、ターンテーブルは。そっかそっか、ここか、そこ広いところに置く。そうね、っていう想定でちょっと作っていきますか。そうですね。あ、じゃあ一旦場所も決まったことなので、うん、もう材料も揃ってるので早速作っていきますか。やりますか。というわけで縁側にやってまいりました、はい、で、こちら今日は2枚の板を用意したんですけど。贅沢やん、2枚も使うなんて。使うだろ、ターンテーブルなんだから。あ、そうなん。これだから普通の机の天板、はいはいはい、ありまして、でこれが回ると。上板上板。なんて呼ぶ、なんて呼ぶ。回転板。あー、いいね。 あれじゃない、回転の天、回転天板。
うん、回る板で天板な。なるほどね。これは天板。天板。ややこしいな。はい、ややこしいな。上と下でいこう。上と下でいこうか、うん。はいはいはい。で、まあ、下は分厚いのにしました。3センチある。厚みがちゃうんや。うん。上と下で。上は2センチかな。そう。うん、で、ターンテーブルってさ、丸いや。四角見たことないね。なあ、満場一致でないんじゃん。いや四角ないだろ。だってさ、これこのまま回転したら角がずっとない。あおもろいけどな、それはそれで。いやいいやこれ。回したくなくなるな。え待って、ガチでさ、下盤だけ四角はありじゃない？ちょっと悪くないよ。見たことはないけど。なるほどね。おや。はい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 。おや。あるか。ワンチャン。ワンチャンあるんちゃう、うん、変な机っていう意味では。別にさ、四角丸くする必要もないもんな。おお。え、だ、なんだ、いや、考えてるなと思って。いや、まあ、ありだな。こうでしょ。でも、丸だわけでしょ。そう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 。フィールドが増えるもんな、単純に。フィールド増える、間違いなく。おお。そうしよっか。うわお、決まっちゃった。まあ、切る手間も省けるしな。シンプルに。お前な。で、最悪よ、変だったら切れやい。後から切れるから。間に合うかな。間に合う、間に合う。大丈夫、大丈夫。いける、いける、いける。じゃあ、上だけ丸でやるか。なるほど。うっかり決まっちゃったけど、俺の適当な一言で。いいじゃん。シェフのお店なんで。あ、俺が決定。ゴーしてくれ。あ、俺が決定権あるの、これ。あるよ。行こうか。行こうか。おー、なるほど。もしかしたら、それがね、主流になるかもしれない、これ。中国で。そもそもなかなかないから、その流派っていうのがターンテーブルでさ。あ、ないの、うん、そっか。じゃあ、すいません、下の天板さん、はい、クランクアップです。クランクアップ。このシーン。なるほど。このシーンもう大丈夫です、彼。なるほどね。こいつなしね、一旦。奇跡の生還を遂げたな。こいつは切られることなく。そうか、今から切るんやな。そうなんですよ。でよ、まあ僕らいろんなもの作ってきたけど、うん、丸って初めてじゃないですか。丸初めてだね。うん、で今日はちょっと丸に挑戦ということで、うん、まずはコンパス的なことをやんなきゃいけないわけよ、うん、丸だから。下書きか。そう、紐な、紐と釘とペン、これで丸を書いてください。できるだろ。え、小学校のあのコンパスってダメ、でかい黒板で使われる。あったね、あったね。持ってるなら出してきてよ。持ってないけどさ。チョーク入れるやつでしょ。あ、そう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 。あったね。あ、夏。あんなあったの。反対側プニプニのやつな。あ、そう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 。真ん中に入れて。いや、でそれ適当すぎる。バカなの、バカなの。中心まず測ろうよ。まあ、せやな。でも多分ここないよ。やばい人に任せたな、これは。中心見つけた。中心を見つけて、うん、ミニ釘、細短く、細いね。うん、そうめんぐらい。確かに釘を中心に打つと。いや、はい、まあ貫通させちゃダメね。で、この紐が半径になるわけですよ。はい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 。で、下の天板が90センチなので、この円が60いくつぐらいがいいかなと思うわけ。直径、直径、直径60いくつの円を描くと。そう、はい。下の天板が90センチ、うん、で、上板が60だと、多分自分のここパーソナルスペースが15センチぐらいになると思うよ。回らへん部分が15センチずつあんのか。そう、お互いにみんな。だからまあ小皿とか箸とか飲み物ぐらいはまあ置けんじゃないかな。せやな。でも四角やから、この四隅はさらにもっと空いてるもんな。そうなのよ。いいやん、そこがね、使えるからね。面積もだって 3.14 分の4倍になってんじゃない、丸に対して四角になってるってことは。そうなん。そうなんだよ。わからんけど。来ました。お、結んだ。結んだ。これでピンと張って、これをね、こう張りながら回せばかけると。なるほど。イエス。シャギン。極太シャーペン。そう、極太シャーペン、レンタロさんが用意してくれた。建築用です。あ、そうなんや。そばぐらいあるやん、芯が。なんで面で測ってんの、さっき。いや、わかりやすいやろ。シェイ、来た。どうだ、長さは。これで何センチ。33。ちょっとでかいな。ちっちゃくするか。こ
細かい作業苦手なシェフ俺にやらせるマジでミスすぎるんだよな普通に。プレイヤーチェンジする？いやまだやりきる。どこ？ここってこと？はい、はい、しょい。花粉症？がっつり。前世でなんか悪いことしたん？いやいやいやみんな悪人じゃんねこれはのほぼ全て。フガ人は花粉症じゃないの？花粉症ない俺全人です。特積んでたやな。そうどんな偏見どうすか？ちょっと短いんじゃない？もう2センチぐらい短いね。確かに。エントロお前やれよなんでこいつに任せるんだよ。疲れた無理。老眼ですからね宇賀神シェフは。老眼じゃない俺視力めっちゃいいんだからマジで。そうなん？ 1.0 ある普通やな2ぐらい欲しいな。どうですか？早かったよほんま。もうできた。30センチぴったり。おお素晴らしい。いいや。やるやん。なんだよ。やるじゃん。一瞬やった。マジで30秒かからず。いい。書いてみて。ちょ書いてみよう。綺麗な円が描けるか。いくよ。丸い。今んとこいい。パス。いいちゃんいいちゃん。パス。ここで結合するかっていうね。するっしょ。出会え頼む。きた。あーあーいいんじゃない。待ってめっちゃ丸いわ丸い。めっちゃ丸い。いいよ。家だね。まあまあまあ書くのはまだねいいですよそっか。これを切るのがめちゃくちゃやっぱ大変だよね。そうだね。こちらでジグソー。俺が切んなんか今日任されがちやな最後やるんですけど、まあ、前もサウナの時に丸切った時、うん、森さんとやった時の方法、これで一回穴開けて切る。なるほど。穴のところにこの刃が入って切っていくと。お、来た？どうでしょう。あ、貫通してますね。オッケーじゃん。いいんちゃう？じゃああとは切っていくだけ。うん。大きめに切ってあとで研磨する。うんうん。研磨で調整しよう。うん。大きめっつっても5センチとかじゃないもんな。うがじさん。そりゃそうですよ。2、3ミリとかでしょ。2、3ミリです。そりゃそうですよね。調整できないですよね。いや緊張するわやっぱ縁は。この開けた穴にこのね刃を入れて。これは縁側切るやつやな。じゃあ曲がっていくからいつか縁側切るぞ、うん、気をつけて。いける？せいね。はい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 。うまいね。答え。え、なんでやねん。緊張。反応やくか。反応やくか。さすがに。なるほど。4分の1カットするのが。4分の1カット。レポートね。レポートそうセーブするんじゃないな。ここで四天王のチャンピオンの前でいやらしいな絶対消すな。絶対消すよ。負けたら絶対消すやろ。元気のかけらなくなったおお丸丸ええやめっちゃいいやん。 うまいやん。いいっすね。うん。こう端材の方もなんか子供用のなんかにできそうじゃない？キッズ用机にさ。いけるやん。そう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 。いいやん。いいやんいいやん。じゃあお子様4名様でうち行きますね。そうやな。これちょっと綺麗にやっとけばマジでなんかに使えそうだね。うん。そうやな。でっかい本があった時の本立てにもできそうやな。でかい。でかすぎるな。ハリーポッターよりでかいっす。ハリーポッター。うん。ハリーポッターこれだよ多分。ハリーポッターの本ね。はい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 。よしじゃあレンタローさんのターンですよこれは。なんでここで？こう見ると丸結構ちっちゃいですね。なんか。
あれよ。で見えるだけよ。見えるだけ。ま、回るっていう。手届くやん。ね、ちょっとあんま届かない。そう届かない。じゃあ背筋伸ばしたら届かないよ。回そうぜ。そう。まあ、回したいわな。そう、あれは回すっていう付加価値なのよ。そうやな。回したくなるもん。回るのがいいわな。そうそう。絶対。じゃあお願いしますよ。ケイレポートです。なんだこいつレポートすんのよ。こまめにな。負けを認めろ。やじゃん、ここまで来て負けそうだよ。あ、まあな、もう一回一からやんなきゃいけないんだから。そうやな、俺もしてたわ。みんなするだろ。するな、絶対する。はい、いい。いいね、すごいすごい。丸いっすね。テトリスでこれ振ってきた、嫌やな。これ欲しいの。じゃあ、じゃあそいつコナ無理や。これそのそんなテトリス嫌だろ。丸まったテトリスはないからさ、これ来たら最悪、終わりやん。もうだってこのさ、ないだろこんなやつ。ないな。オッケー、お、いいやん。いけた、ハーフパイプ。いい、いいな、それ欲しいな、なんか。え、あげるよ、全然。ま、やったドラムの下とか。いらんな、な、何用や。あ、いいじゃん。邪魔やな、めちゃめちゃ。ちっちゃ。ねえ、ちっちゃ、ほんまに。いやいや、でかいって。大きめのお盆ですね、ぐらいの大きさやな。違うんだ。違う、ちっちゃく見えるでしょ。おう、ちっちゃく見える。俺らがでけんだよ。え、そうか、だからか。結構でかいから。そっかそっか。まあ普通になって。お、大皿4つぐらい。4つの。ああ、まあまあ、せやわな。そっか、そう回るんや。もう見えてるね、これ。いいね。確かに。いいや、いいや、いいや。オッケー。そしたら、うん、まあ、いつも通り、ウガニさんの大好きな、ヤスリターン。ヤスリターンね。ヤスリや、せや。いつもヤスるんだから、ほんとに。まあでも結構ね、線よりは2ミリ、3ミリぐらい外側に切ってるから、うん、だからここをね、しっかりと削って、うん、綺麗にしていきます。はいはいはい。で、メッタローが、その間に足。うんうんうん。テーブルの足をカットします。なるほど。前回、グラグラになりましたもんね。そうですね。今日はグラグラにならないな、しっかりとな。はい、対策を講じてるんで。あ、そうな。ちゃんと頑張りたいと思います。はい、じゃあやっていきます。やりましょう。ほい、切り終えました。素晴らしい。前回よりめっちゃよくできてると思う。足の方？おう、前回グラグラというか、なんか水平じゃなかったっていう問題があったもんな。全然まっすぐじゃなかったんだけど、今回なんかちょっとマスキングとか使って。なるほど。全面囲ったので、ね、水平、うんうんうん、で、こう切って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 外から中にじわじわと攻めてったのに、4方向から。そう、したら割とうまくいった。いや、めっちゃまっすぐだよ。そっか、前回せや、ウガジンが適当に一箇所ピッて点だけ引いてグイーンって切ってたよな。俺だっけ。いや、切ったのは俺なんだよ。あ、レンタル切った、うん、で、点一箇所か二箇所つけただけみたいな。そう、ピを切ってただけだからさ。そうそう、そりゃブレますよ、はい、そりゃそうか。これでいけるんじゃないかな。はい、日々成長ですね。本当に。そうですよ。で、僕の方は完璧にもうヤスリ、ヤスリがけして。やばい、いいよこれ。ニトリに売ってそうな。うん、回したくなる。回したくなる。マジで丸くない。やばくない。アホみたい。マジで丸くない。マジで丸くない。だいぶ頭悪そうやな、発言。丸い丸い、めっちゃ丸い、はい、でこれはちょっとね、塗装したいんですけど、うん、塗料がね、今日まだなくって。なるほど。これはまた明日、はい、うん、塗るんで、一回これはお休みで。お休みで。で、ここから第2幕。なるほど。ります。こう下の天板と足をもうつけていきます。いよいよ、いよいよ。今回はこういうの用意しました。足取り付け金具って言うんだよ。そのまんまや。本当に。え、足取り付け金具。あの、何書いてあるわ。そうや、せやな。足を取り付ける用のやつやね。で、これちょうどね、これ75mm の角材なんですけど、これ用のやつ。この5点の穴でしょ、うんうん、5点の穴がちょうど角材に、うん、まや、ちょうどや、ぴったりくっついて、で、こっちをくるっとして天板に打ち込むと。なるほど、めっちゃ簡単やん。それだけでできちゃう。あったのかよ。
あったね日々成長ですね日々成長ただね、ただこれをここにつけるとやっぱ弱いんだよね。そうそうそう、せやな、前回ぐらいぐらいやったな。そう、これが挟むことによってこの横のね、太陽が耐久度が耐久度が上がります太陽、太陽が力が分散してね、うん、これで強くなると思うんで、今回はこれを使ってやっていきたいと思います。いいっすね。じゃあ、つけちゃおっか。ういちゃんと中央に貼らないとな。そうそうそう、そっかそっか、大事やな。なんでしょうか見てるなと思って、うん、はいはい、下穴、下穴、これ多分結構割れると思うんで、そのままで、あ、一回穴開けて、さすがにどの通りにしよう。好きなやつ、うん、それでいいの。うん、細いな。もうちょい太い方がいい。もうちょい太い方がいいんじゃん分からんけど、さすがビスによるけど、もう一個太いのですか。さすが基準あんのかな、もしかしたらビスの何パーの太さがベストみたいな。ありそうだね。絶対あるよな、うん、あるね。3分の2ぐらいちゃう。じゃあ4ミリで。4ミリ穴開けまーす。まっすぐな。はい、今火起きそうだったよ湯気立ってる。湯気とは言わんない。湯気じゃねえ、煙だろ。生姜の匂いする。生姜の匂いするね、マジで、うん、これな、ヒノキ杉。これ杉だよな。杉なのか。杉花粉。だから俺こんなきついんかな関係ないんじゃん花粉はないやろ。花粉症の人大工なれないじゃんいけた。いけた。サイコロの5らしいです皆さんおお、2本目で雑になってきた。もうバレたバレた、やば。次それ触ってみてよ、先端。いやマジでやけどすっから。ほんま熱い。超熱いから。違う、ちょんちょんした上にあのやけどの仕方バカやなちょんちょんした上でやけどすの、なんで。で、熱くないな。十分熱かった。熱いよマジで。じゃ燃えてたんや、焦げてたんや。マジで焦げてる。これもう本当皆さん気をつけてください。もう本当に絶対触ったらいい。今のはバカすぎる絶対マジで熱かっためちゃくちゃ煙出てるもんね。確かに出てる。ウラインさん4ヒットです。何4ヒット4ヒット4ヒットでした。お前中央がずれてんな。まあまあいいよ。これ見えてんのかな、わからんけど。よっしゃ、4本とも下穴が終わりましたよ。いけた。うん、ドリル触ったらもう一回。いやもういいもういいもういい。よっしゃ、使ったよ本当に。面白かったな、ウガ人のあの顔。いやマジで、あんな熱いと思わんかったこっちだって。穴大きいかもな、これ。4ミリ？本当に？うん、スラスラ。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。俺のせいじゃないって。え、ビス何ミリなん？太さ。これ4。ビス4。ほんまに？ビス太さ4はもう意味ないやん。大丈夫だって。まあ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 。泣いてんのけ？やってもうたな。やってもうた、これは。俺が太い方がいいんちゃうとか言ったけど、4で止めるならあかんな。止まった？止まってるけど、ちょっと見て。ブルブル回ってる。うん、食ってないんや。回り続けてる。すいませんでした。はい。いや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 、ちょっとグダグダだったな。はい。そういえば4ミリで買ってたわ。そう。4ミリで買ったのに、4ミリの穴を開けたら、それはネジ噛まないよね。そりゃそうよ。ひっくり返せば。なるほど。もう一回ね。いけるから。もう一曲遊べる？そう、もう一曲遊べるの。もう一回下穴の下書きを。お願いしてもいいですか。そうね、やり直そう、はい、大丈夫、まだやり直せる。まだやり直せる、うん、声出してこう、声出してこう
俺の太めにしろとかいう謎の煽りに乗せられて最初ね3ミリを選んだんだよな、このせやな、ちょっと細いの選んだよな、そう、焼き鳥の太い方がええんちゃうっていう一言で細すぎるんちゃうとか言ってビスと同じ太さやったよな、4ミリが。なんか結局調べたら穴はビスの7割ぐらいの太さがいいらしい、うん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 、っていうのが分かって、4ミリのビスだから3ミリがちょうどいいとぐらいやな、うん、やけどまでしてほんまやな、頑張ったのに。じゃあもう一回穴開けていきます。同じことです。OK、 下穴完了です。はい、そして5ヒットになりました。うん、先ほどより丁寧に、技術も上がったよかったな、やけどもせず、やけどもせずよかったよかった。果たしてこれがちょっと噛むのかと。いや、いけるっしょいや、噛むだろ、じゃないとだってね、さすがに。あ、全然違う、入ってる、ギッチギッチ、いいよ、完璧ですね。いいじゃない、前回と違うのがさ、うん、どっち向きにしてもさ、ちゃんと立ってね。あー、自立してるっていう意味で確かにな、前回のだってバッタンバッタン倒れてた、なってたな。もうテーブルは作れると、俺らは余裕で、うん、ガッチガチ、完璧や、完璧。うわ、足ですね言ってたすっごい丸くない足ですね、わかりやすいでしょ、これの感想じゃあ、あと3本ね、うん、あるんでつけて天板に打ち込んでいきます。はいよ、はい、装着完了、足4つできました。ガチガチや、ガチガチですね。ああ、全部ちゃんと5本止まったな、止まりました、ナイスです、素晴らしい。じゃあこれをひっくり返して、まあ、つけていくわけですけど、まあ、当初丸の予定だったから、うん、そっか、まあ、丸にね、こうつけようって思ってたんだけどはいはいはい、急遽四角になったんで、どれぐらいに足をつけようかなっていう、つける場所、つける場所、まあ多分狭い方が強度は高くなるけど足が入るスペースがなくなる、うん、そういうことだな、よね。どんぐらいでしょうね、50ぐらいかね、50ぐらい、この間が、うん、これぐらいになるわけや、はいはいはい、ちょうどいいんちゃう、うん、幅がな、うん、うんうんうん、幅50にするか。じゃあもうつけちゃおっか。あ、もう天板に、うん、下穴はしよう下穴好きすぎるだろ。やっぱこれをひっくり返した時のね、今日のグラちゃん、グラちゃんだ、グラグラチャンス、グラグラチャンス、グラつきを見る。あと4箇所止めるだけか。そう、めちゃくちゃ鼻水出てるやん。このレベルで花粉症ひどい人っていんのかね。いるだろ、いるか、いるだろ全然、そうなのか、このレベルはまだ。石くんとかだってね、もうこんなになってるもん、去年なってたわ、なってた、なってた、な、真っ赤で、ああこんなになってる。そうか、ちょうど1年ぐらい前か。そう、懐かしい、懐かしい、1年経ったんやな、おもろよろぴこ。お、結構むずいんちゃうそれ。そう、精密じゃん。そうなのよ、厚さ3センチしかないってことは3センチ以上掘ったらね、匠は何をしようというのでしょう。マスキングテープを、いや、目印をつけとかないと、俺適当くんだからさ。そうやな、さっきもなんか深さ変わっていったよな、打つたびに。そう、まあさっきはいいのよ、そうか、長かったからな、これ貫通これしちゃうからさ、終わりやな、終わり、こんなもんか、これで。なるほど、そこまでだよと。そう、これ以上いったらもうあかんでっていう。これで下穴を開けていきます。OK、 下机できた、下机完成、完成だね、おつ、まあ、あとちょっと強度見てだね、うん、なるほど、そうだね、強度と、あとはグラグラチャンス、グラチャンです。ちょっとあっち持ってってみるか、うん、入ってきた、そうか、そこか、一旦一旦いきますよ、せーの、ドン、いいよ、あー、いいんちゃう、いいんちゃう、ガタガタはしてなくない、ガタガタはしてない、全然してないな、うん、え、めっちゃいいんじゃない、いい感じ、うわ、楽しみ、ここにくるりんぱ、こうですから、ええやん、ええやん、ええやんそんな回さっていくコーヒーカップぐらいはい、ということで2日目でございます。はい、こんにちは。で、あの後え、得だね、どうした、こんにちはってこんにちは、たまに空回りするよ、テンションが一人だけ毎回してない確かにね、はい、で、これ完成したやつ塗りました、ニス机な、うん、
ええやん、綺麗な色になったやん。そうニス塗って一気になんか高級感出たね。うん、でこれもね、ターンテーブルの上の丸の方、上板白に塗りました。真っ白。うん、へえ素敵。これちゃんとアクリルの水性アクリルニス、はい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 、塗ったんで、これはちゃんと料理のあれに適してるやつ。なるほどね、そういうことか。飲食店用というか。そう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 、うん、この上に食べ物置いて手で食っても大丈夫って。大丈夫大丈夫。ほんまか。手が綺麗だろ。そんな客いてほしくないけどな。こういけるだから。空回りしますね今日も。あ、出た夜、はい、寄られたら諦めてください。寄られるまでやめないから。そうそう。でも今日は仕上げでございます。はい、もうターンテーブル完成しちゃうんですよ。やばいやばいやばい。もうだって置いた時点で見た目的にはほぼ完成になるんじゃん。あんまり危ない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 。最重要パーツこちら、ズドン金具。これなんですよ。こんなのが売ってんのよ。すごいね。これ回るんでしょ。ターンテーブル用の。なるほど、回る金具なんですよ。あ、上板を回す用のやつね。そうそうそう。へえ。これをもうこれつけちゃう。なるほど、もう回っちゃうわけです。意外と簡単やね。そう、意外と簡単だね。そうそうそう、うんうんうん、いいやんいいやん。そうで、今日ね、せっかくターンテーブル完成するということで、うん、この後ね、完成したら中華をちょっと食べたいなと思います。なるほどね。回せるってことね。回しちゃおうよ、夢の。回そう。もうやだ。いやいやいや、俺が悪いか。俺が悪いよ。そうね、だからまあそれを楽しみに頑張って最後仕上げやっていきたいと思います。思います。で、今日僕はこのテーブルのちょっと軽い補強をしていきます。はい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 。で、このね、天板なんですけど、こっちに筋が入ってるんですよ。ほうほうほう、入ってるね。そう、だからこの力が弱いわけよ。はあ、そういうことね。なので、この縦に補強材を。ああ、なるほど、はい、そういうことか。入れて耐久性のある机にしていきたいと思います。裏面につけるんですね。そう、裏面に目立たないようにね。目立ってもいいんちゃう。やだよやだよ。あ、嫌か。表はやだよ、間違えんなよ向き。こういうね、あるからねこの人は。垂直につけるわけ。ああ、節とは反対でクロスさせてか。こうつけたら意味ないだろどう考えたって。ああ、見た目的にも全く同じやわ。変わらんわ。変わらんな。あるから言っとかないと。うん、言わなあかん。言っといてくれてありがとう。で、僕はまあさっき説明した通りターンテーブル。なるほど。を完成させてしまいます。はい。これでも中心ずれたらさ。そうなの。グワングワングワン。でもありがたいことに、うん、ウガがコンパス刺したところ。ああ、やってたか。これを中心に捉えれば、うん、まあいけるでしょ。いや、それもアバウトやけどな。まず大丈夫、これがアバウトだからさ。でもこれで円描いたから。まあね、信じてる。信じろ俺。大丈夫。なるほどね。で、まあこれもね、補強するんだけど、一回これつけてから説明します。はい、じゃあつけていこうか。イエス。ケプラーの法則使わなあかんで。ずれたら。何ケプラーの法則って。楕円の。え、ポップアイドル誰やねん。そのやつおらんやろ。ケプラーね。ケプラーいんの。ケプラーがいる。ケプラー。へえ、ケプラー物理のね、惑星の楕円の運動を求める公式を導いた人ですよ。地球は青かったのと。全然違う、それガガーリンね。出るね出るね、すごい。そっちね。一応測っとくか。おぉ、ひよってんな。ひよってんな、これはな、完全に。まあ、グワングワンなるよりいいか。遠心力で料理全部飛んでくるなあ、うん、イタリアン今日作るの。なんでよ、イタリアンで回んないだろ普通。まあ、回ってもいいけど、確かに。回転寿司。回転寿司ありだね。ありだね。なしやろ。由来せんぞこいつ。中華から回転寿司やりたいね。回転寿司こっからレーンにできる。次やろうよ、回転寿司の机。回転寿司つくね。手動で渡せよもう。その距離間違いです。接線と垂直方向。せやせや。あいつ分かってた。あれやろ、レントロって多分文系やんな。文系なあ、うん、でウガまだ理系やもんな。ギリな。ギリギリとかね、どっちかやからさ。なんだよ大体。なんとか定理、節減定理みたいな。節減定理ね。マジで覚えてない数学。球体の公式とかわかる。球体の公式わかるよ。球体の公式。そう、球体の体積の公式。ちゃんと合言葉ってやな。あるな。合言葉。合言葉で覚えたじゃん。え、覚えてないの。お前これ小学生がやるよ今。ちなみに。え、本当に。球体小学生やらんでしょう。いや、もう俺らの下はやってる。ほんま。球体の体積を。
ゆとり世代が割ってるからね。ハンキー使う？当たり前だろ。今チャット欄もう合言葉で埋め尽くされてる。本当？ガチで。だって半径っていう時点でな、そう小学生もんな。そうそう、もう半径は R だろ。あ、参拝 R 二乗みたいな。いそれ材だな。それあれ表面積じゃない？ああ身の上に心配 R 三乗だよ。あせやったっけ？三分の四パイ R 三乗。ああ、そうそうそう。だからこれ全然しっくりこないもん。しっくりこない。表面積は？三パイ R 二乗だよ。ほんま？せやったっけ？全然わかんない俺は。2パイある2乗あれ。それは忘れてたもん。いけ。いやいや、俺は物事空間的に捉えてるから透明石いらん。何してんの。数学好きだったな俺。いや俺の方が好きやったけどな。いや俺数学好き自慢していい？好き自慢していいよ。うん、青チャート4週解いた。青チャート4週。青チャート4週結構強くない？キチャートは？キチャートなんかやってないから。キチャートやってない？白チャートキチャートやらないから。なんで？キチャートなかった。そうレベルだから。白が基礎、うん、黄色が標準、うん、青が難関大。あ、そうやったっけ。赤が医大とか。あ、そんな感じやったっけ。そうそうそう。俺らって俺青しか知らないよ。そう、青配られたから。俺キチャートやった気がすんな。俺らの高校ね、一応自称進学校だった。あ、そうなん。そう、その進学校に俺ら二人推薦で入ったんだよな。そうだよ。で今これやってる。だからちょっとアホなんや。そう、推薦組はな、学力関係ないからな。みんなポケモンやってたわ、推薦で入ってきたやつは大体。うん、やってたんだ。俺スマブラやってたわ。あと俺の行った大学の入試、うん、数学満点だった俺。ああ、学校のあれがってこと？そう、入試。ラーメン大学。でヒューマンバグ大学。お前ヒューマンバグ大学入ってたん？そう。強っ。どういうこと？そう、突き出すなよ。なんか突き出してそう。ウガジンが売ってるやつ結構長いから。いや大丈夫だと思うよ。ほんま？うん、ほら。ああ、まあまあまあ、突き出ることはないか。うん、大丈夫大丈夫。さすがに。お、レンドローさんの。え、もう着いた？着いたよ。突き出してない。突き出してない。めっちゃええやん。いいねこれね。で、さらにこれもこうやっぱ縦に入っちゃってるから、うんうんうん、横が弱いわけよ。だからこいつは金具を買ってきましたので。あー、なるほど。補強して同様に。はい、オッケー、こっち終わりでーす。いい感じやね。うん、なんかこんなん確かについてるイメージあるな、こう見せられると。そうね。うん、よいしょ、オッケー。強っ。うわ、強いわ。そりゃこうは強いやん。バカですね、今のは。補強した方と真反対でやった。カッチカチやったよな、もともと。もともとカッチカチの方。強くなってる？強い。あ、いいっすね。いいね。割れないわ。補強第一段階完了と。ただ、でもこれだけだとカタカタなっちゃう。あ、そうなんや。から料理を片方だけ置いちゃうとバタンみたいな。なるね。うん、なのでこいつの幅を広げたいわけですよ。そこでこれほよ、この板を。なるほど。貼り付けていきたいと思います。はいはいはい。これね、マジ教えてください誰か。うん、これ片方は打てるじゃん。うんうんうん。もう片方どうやって打つんですか。確かにこれがね、マジで世界七不思議だと思う。この隙間に入る何かしらで打つしかない。こう打つしかないじゃん。絶対打てないんだよね。無理やな。マジでな。で、打てないから今日は木材と金属いろいろくっつけられる接着剤を買ってきたので。なるほど。これでつけていきたいと思います。接着剤や。まあ、強度いらんもんな別に。ここそんなに。そう、塗りたくるね。お、これ。ああ。ああ。ああああああ。ミーになったよ。ウガちゃん。行くか。いい？これ適当でいいの？いいの？え？いい？これ上げていいか。いい？うん。もう置いちゃった。微調整。微調整入ります。ついた。うん。大丈夫だと思う。で、これ乾かすのちょっと時間かかるんで、一旦これでターンテーブルも完成でございます。おお、できた。え、これもう乗せれば完成か。じゃあ、よいしょ。だいぶ強いわ、マジで。
ガチ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 、ガチガチ本当に。でなるほどこいつだテーブルクロス、テーブルクロス、かわいい。赤、いやなんかちょっと赤いいなと思って。いやいいね、なんか高級感出るわ一気に。すげえすげえ、ちょっと砂利でガタガタやけど、うん、これはもうしょうがない。赤いいっすね。赤いいやんな。そう、この赤に合わせるために天板を白にしたわけです。紅白で、はい、来た。でこいつだ。乾いたか。あ、いけてるわ。止まってるわ。いる、いくよ。ほい、おお来た。すげえ、いいじゃん。めっちゃええ、うん、回しちゃう。え、ちょっと一味ってんじゃん。回すやつだから。いく、いいっすか。おお、いいね、いいね、高級店の速さしてんじゃないのこれ。いや、速さしてる。確かにこのサイズ感回る意味あんのか、まあ、ちょっと疑問ではあるけど。いいね、完璧やな。いや、あるよな。で、今回椅子ちょっと買っちゃいました。はい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 、すいません。これ普通の椅子やな。もう毎回あの椅子作っちゃうと、うち椅子だらけで大変なことになっちゃうんで、ちょっと収納しやすいような。なるほど。もうちょっと今回はいいんちゃう、買わせていただきました。そういうことか。4人まで座れるんでね。4人対戦、うん、すごいなこれ。今絵面結構外でさ、これでももともとさ、こう丸にする予定だったじゃん。うん、せやせやせや。急遽四角にしたけど、四角にしてよかったね。狭すぎるわ、丸だったね。そっか、うん、だってこれしかないでしょ。いや、めっちゃナイスわ。近くでよかった。近くでよかった。よかったよかった。結構使えるね。確かに。ちょっとこうもちょっとあれやん、確かに遠いわ。やるの、うん、こうして。なるほど。で、こうよ。いや、いい、ちょっと本格的ですね、このターンテーブル。素晴らしい。いいじゃん。すごいわ、マジで。ということで、じゃあシェフ、はい、本場のターンテーブルができたので。本場のはちょっとおかしいけど。ちょっとシェフの本気の中華食べさせてくださいよ。言ってたやつ、言ってたやつ、そう、やっちゃいますか。じゃあ お願いしますよ、はい。では今から中華作っていくんですけれども、はい、やっぱターンテーブルで食べるっつったらコース料理なのかなっていうね。うん、うん、なるほど、うん、確かに。で、僕自身中華のコースは作ったことないし、食べたこともあんまないですけど、それポークしっかりと、なるほど、ここが満帆になるように、うん、順番に出していきたいと思います。お、楽しみだな。はい、ほんと一品ずつちまちま食べるやつじゃないんで、今日はがっつりね、がっつりと。そやな、食べるの遅かったらどんどんもう置けなくなっちゃうんで。あ、それはあるな、確かに。中華あるあるやな。わかりました、お願いします。じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあもう一品できてます。はいはいはい、早くね。お待たせいたしました。つぼ、何、おお、スープです。おお、トロットロや。はい、タラとチンゲン菜のスンドゥブスープ。うまそう。お、韓国じゃないの。いやいやいや、今インドよそれ。スンドゥブって、てか料理人がそこ座ることないよな。提供中に。絶対これがね、チンゲン菜で。お待たせしました。新しいスタイル。まあまあまあ、こっからはしっかりやってるんで。なるほど。あ、料理すんねや。はい、しますよ。じゃあもう早速コース始まってるんで、焼き鳥先生と。あ、いいんですか。はい、高橋先生。ありがとうございます。高橋先生、はい、お召し上がりください。ありがとうございます、はい、いただきます。じゃあここに置きますんで、焼き鳥さんと。ああ、取ってください。ありがとう。いただきます。はい、スープ、スープから。スープから。いただきます。いいね、なんか中国っぽいね。知ってるもんね。知ってる知ってる。マジでこんな感じ。いや、こんな感じではないけど。違うかよ。いや、こんな感じ。ほんまほんま。うんま、タラ。うん、焼き鳥先生の大好きなタラ、バリでかい。めっちゃうまい。うまい、最高。ビンビル、あ、うちセルフです。料理以外セルフです。今日は何品出るんですか、シェフ。一応7ぐらいかな。 7? ガチコースじゃん。はい、お、来た。お待たせしました。右左麻婆豆腐です。これね、今朝作ってたやつじゃないですか、これ。そう、今朝の残り。どんな料理かはね、ショート見てましたね。そうだね。もう2品目作ろうとしてるよ。早っ。これ早いですよ。これなんか小皿とか置いてあるイメージあるんですよ。小皿はあるな。ね、うん、うわ、なんかターンテーブルの上熱くなってきたね。盛り上がってきた。
てかこれ食べ尽くさなあかんじゃん。うわあの鶏肉めっちゃうまそうなあ。シェフが焼いてるやつ。うわ紹興酒紹興酒中華やん。適当なスープ最後飲んじゃって。スープ多いな。スープもらいますわこれごと。うわいい匂い紹興酒。そやろ。うまや中華の匂いするわいきなり。飲みたくなってきた。飲みたくなってきた紹興酒。紹興酒ええなうまっ。オッケー、スープ、スープオッケー。いやいや、レッツゴー。スープとりあえず。先にどっちがなくすかだよ。せや。料理が来るか、俺らが食いつくか。ナッツ。ナッツだ。チンゲン菜。チンゲン菜。中華ってやっぱりさ、うん、食い尽くされたらなんかお客さん満足してないっていう文化あるからめっちゃ多いわけよ。なるほどね。食い尽くされたら逆にその中華料理的に考えるとあんま良くないという、うん、だって多いもん。多いよな。二人で食うもんじゃないからなそもそも。確かに確かに。麻婆茄子うまそう。うん、ええわ。ちょ麻婆もらおうかな。いやいやいや回転させちゃって。はい、お待たせいたしました。鶏肉とチンゲン菜のナッツオイスター炒め。いいなこれ。めっちゃいいやん。あの瓶ビール早く。瓶ビール。お待ちを。永遠に来おへんからな。うまそう。麻婆も美味しい。うん、めっちゃうまい。お待たせいたしました。ちょっとすげえすげえすげえ。どんどん来る。市販の肉まんです。市販の肉まん。まんじゅうね。せいろだけはねぽくね。うん、これすら食える気しないかもしれない。ふがじさん、5はずるいですよ。僕たち2なんですから。人間思いっきり豆苗を切ってる。うわいいな豆苗。ナッツいいわ。ナッツいいな。ナッツええやろ。 GD ですねこれは。あざっす。え、めっちゃ回ってるやん。マジですげえ今。いやいやいや今こっちちょっとホールまで見れてないのよ今。こっち回ってないね。こっち回ってない。うまいね。厨房回ってないよ。ナッツと GD。 うわめっちゃうまい。めっちゃうまい。一番うまい。マジでうまい。うん。あ、こぼした。こぼした。そのためのね、クロスだから。いや、クロスじゃない。ターンの方。大丈夫、これもアクリルだから。そうか。うん。そんな料理あんの？豆苗炒め。豆苗炒め？うまそう、でも。何品出てくんの？これ今 4？ 4。スープがあったから4やんな。うん。まあまあ腹いっぱいやけど。もう。すでにね。すでに。早くない？まだ前菜だよ。あーもうできてる。やばい、開けな。開けるのがこれターンテーブルあるあるですよね。そうな。うん、来た来た来た、開けろ開けろみたいな。とりあえず食え食え、それ行ったみたいな。はいはいはい。うわー来た。豆苗の炒め物です。そうね、豆苗の炒め物。これレンタロー2歳やって。リスペクト。違う、リクエスト。リクエスト。尊敬してんねん。尊敬しちゃった。これ瓶ビールなんですよ。うるせえな。腹いっぱいだ。早いぜ焼き鳥。結構ね、昼間にちょっと食っちゃったもんな。なんかいろいろしてる間に。開けときゃよかった、こんなコースになるなら。ちょ、肉まんいきますわ。肉まんいこう。まんじゅう、うまっ。市販間違いないな。お待たせしました。ホールやってんじゃん。客が。シェフ。料理長、ありがとう。いいでございます。じゃあ、ターンテーブル完成お祝い。乾杯。乾杯。乾杯。あ、え、うまっ。うめぇ。いいわ。料理中の飲酒が一番いいんだよ。確かに。見とまいこう。お前、回せよな。この距離だな。おい、回さずに体格熱取ってます、シェフ。いやいや、肉まんだから。ダメだ、肉まんだからじゃない。肉まんだから。肉まんだから。ダメだって、それだけは。作った意味ねえだろ、それやったら。肉まんだからだって、本当に。よっしゃ、次の料理行くで。いけ、緑だる。食え。やっぱあれできたらこれ開けな、ほら。確かに。でも時間かかるんでしょ。ちょっと時間かかる。てかこいつ豆苗食ってないぞ、シェフ。リクエストしたのに。お前リクエストしたの食えよ。リスペクトしたのに。リスペクトはしねえよ。いただきますわ。
リスペクトの豆苗え、脳立ちちゃったよな脳立ち何眺めてるだけやね来てるね食うか俺うまいんですよ絶対頼むもんな、レンタロウ、うん、うんまうまし？うん最高うまよシャキシャキや、うん、やっぱ中華鍋でやってるからねいやすごいねごめんエビマヨ失敗したかもなんかボッソボソになってますなんかボッソボソじゃ衣みたいなやつがまあまあまあこれがうまきゃうまいいけるいけるいけるリカバーできるリカバー一周したからじゃあいやいやちょっとしっかりと鍋も洗えねえしあー確かにね油も少なかったから油少なすぎるだろちょっとごめんすまんやっちゃったやっちゃった待ってればいいですか待ってればいいです待ってますわ多分油温めるのがだるかったんやと思うバレた結構時間かかるから温めるの大丈夫大丈夫食えてないもんこっちそう大丈夫やん食えてない食えてないもうあと2人欲しい鳥行っちゃいましたあらあらえ行ったじゃあ俺麻婆行っちゃおうかなえ行く立て続けに行くやんまんじゅうきついなガチでこれこれ無理ですよシェフ僕たちまんじゅうは取っといてくださいじゃあもうでも見てよあと2品でしょせやなあと2品は乗るほんまや乗ったな乗りはした乗るから大丈夫ターンテーブルあるあるじゃあ俺が言っていい何ターンテーブルあるあるこうでっかい皿とか来たらさこうやって置くとかちょっと外やったりするのこれ外側、ここはみ出してる分さここなんか飲み物とか置いてあって、うん、ガーンってなって倒れたりするのそうなんこっち回してる時ってさ向こう側見てないわけよ確かにだから あれ欲しいと思ってこう回したらあっちのやつのあれが倒れるみたいなそれあるあるなんだあるある結構あるあるそんなやっぱ日常的にあるんだあるね結構ターンテーブル多いね中国行くと気をつけてくださいだからちゃんと全部見てからねそうそうやった方がいいと一回ここにお酒を置いてクルーってやって止まったやつが飲むみたいなやつおもろいなテキーラ証拠し中華やからな中華でなるほどねマナー悪かったんだろうなあれ当たり前だ最低やろやばい日本人来たって言われてるよ、うん、お待たせしましたバカでかいサイズで来たけどちょっと衣剥がれちゃったから許していやいやめっちゃうまそうちょっとこれサラダのかさ増しがすごいですよシェフエビだけやと思ったらエビマヨは大体サラダ乗ってますから確かにね5倍のサラダ乗ってるやん下にエビマヨいただくよいやうまそうマヨですからねせやラストですかラストでやったやよかったよかったスイカはないのスイカはスイカスイカじゃないじゃんスイカのスイカ絶対コースの最後に出てくるのよ中国中国、うん、そうなのそうそうそう知らないそれ終わりやでって言う合図うんスイカ出てくるねうまいエビマヨおいしいおいしい衣さえついてればなもっとうまいんだけど味がめっちゃうまいうんおいしいおいしいコンデンスミルク入ってんよねなるほどうんじゃあチャーハンいきますよチャーハン？うんいつの日かのガーリックオイルショートで上がってるやつねうんマジきつそう焼き鳥大丈夫かもう無理だやめてくれなんでそんなに重いものにしちゃうんだよあえていやいやいやこんなん全部食えやんって言ってない残していいんだようまそうやねんけどなめっちゃうまそうチャーハンの人だもんないつの日からかななあそうなったよなもうチャンネルがな、うん、チャーハンの人たちやもんな代名詞ああ昼食わんかったよかったなんで食ったねこんな中途半端な晩飯でもない時間にこんだけ飯出てくるな4時3時4時4時4時前こんな時間飯食う人おらんほんまに食堂一番空いてる時間うわうまそうえ今年一番うまくできたんじゃんそれチャーハンえパラッパラやんいつもだって適当じゃん意外とちゃんと作ってるから本気今今は本気パラッパラすごいなターンテーブル越しに見るからなあそれはあるなないやろないやろうわうまそうガリチャリショだって一応ねはいうまそうめっちゃうまそうはいチャーハンでーす素晴らしいさラスト一品はいこれで最後っすよお疲れお疲れありがとうですいいか買ってくるわじゃんいやもうシェフもちょっと一緒に食ってくれ
食いてうん、いただきます。食べましょう。食べてください。いいっすか。残しといたでしょうけど食べます。実は取っときました、小皿に。そんな食えるわけないよ、あのスピードで。何しな。じゃあエビマヨからいっちゃおう。エビマヨ、危ない危ない。あるあるなるて。マジで言った通りやったな。マジでなるんだね。なるなる。あとだってマジでなんのよ。ギリッギリ取ったよ。ギリギリやほら。ギリッギリやな。これマジあるあるなんだ。うん。そうそう。気をつけてや。いただきまーす。うん。うまっ。このチャーハン食おうかな、うん。せっかくだし。そっか。それだけが食ってないの。うん。ちょっとスープ行こう。あー！だからお前危ねえ。マジでやめろ。言ったそばじゃん。マジで今のもうなあ9割ここまで傾いてたもん。マジで今画面外で危なかったな。マジで画面通しかもこいつ譲らんし、それでも腹減ってるやん。あ、すいませんすいません。スープめっちゃうまかったで。いただきます。うわうん、まうまい。いつになくうまい。やっぱテーブル補正あるよ。ターンテーブル補正。うん、うん、なんか中華食ってますよって感じするもんな。食ってますよ。食ってますよ。最高。確かにこれ家にあったらちょっと盛り上がるな。うん、4人であれするとしても、うん、やっぱ大人数で食べるときね、絶対あったらいいよな。うんうんうん、やってみて思ったわ。うん、もう結構お腹いっぱいでございます私は。うん、でしょうね。レンタロと俺はな、もうな。パンパンだよな。見るに徹してる。うん、相当食ったで。いや結構食ったよこれ。そうやな、一口ずつ残しといた感じやったけど、うん、僕は一口ずつよ。いやもうチャーハンとなエビはなあれやけど、うん、他はね食えるっしょ。コース、うん、めっちゃ良かったよ。良かったっすか。うん、このターンテーブルと相まって本当に中華のお店来たんじゃないかなと思うぐらい、うん、確かに俺思い出したわ。思い出した、うん、中国を。俺もなんか中華料理人なのかな。錯覚した。厨房に入ってる気分やった。入ってる気分やった。マジで。とんでもないテーブルやな。じゃあ。すごいこれ。人を狂わす。このターンテーブル。いや本当にマジ四角にしたからこそ。せやな。もやっぱ飲み物を置けたりするし。え、四角めっちゃいいこれ。ね。丸かったらだって回すたびに全部こけてんぞ多分。いやそうだよな。ここしか置けないもんな。そう。いいっすね四角。うん。しかも違和感ないよね。違和感はない。全然ない。全く。でまあこれつけなかった理由っていうのがまたこれ外せば普通に四角い机としても使えるんで。なるほど。まあこういう料理じゃなくても使えると。なるほどね。いや今回このねカフェのために作りましたけど、うん、大成功でしょこれは。大成功。素晴らしい。大成功です。いいね。来たらじゃあここでだってな皆さん食べてもらうっていう感じやもんな、うん、俺がここに座って。いやいやそういうことじゃなくて。ああ提供はどうするかわからんけど、うん、せやな。客席やろだってこれは。そう客席ですか。素晴らしい。まあウガイみたいにねこれこかさないようにだけ気をつけていただければいくらでも回して大丈夫だな。はい確かに。皆さんぜひ楽しみにご来店お待ちしております。またねこのテーブルと、はい、あの椅子ね客席を作るシリーズあと2回3回ぐらい続くと思いますので、せやな。第3弾の方もお楽しみに。お楽しみに。1弾も見てね。そうやな。一段見てほしいね。というわけで最強に水吉を目指すレンタロと古民家でお店を出したいウガ人で頑張るのでチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。ちゃんと言ったしてね。ちゃんとそうやな、うん、最近忘れてない。最近ちょっと少ないな確かに。ちょっと減ってるかな。うん、押してから見てねちょっとね。じゃあ言うの遅いな。遅すぎるのよ。そっか。お願いします。はい、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。気ぃつけてるね。めっちゃ腹減ってるわ普通に。おいおいおい。食わんやつが何で戻した。自覚いい。マナー悪。ターンテーブルマナー。これ罰ですか。罰でしょ。絶対ないでしょ。みんなのそれスプーンじゃないとそこに置いてあるやつは普通。いやもう食わんやろ。食わない。もう無理。すいません。俺は全部食う。うん。うまっ。めっちゃうまかったわ。はい次次、はい、肉まん肉まん肉まんいけ肉まんいけ肉まん。この米鶏肉肉まんはおかしいじゃん。さすがに無理。さすがに無理。